Welcome to Shui Channel. どうも、シュイです。Dark Souls 3でございます。データロスしまして、0から1からやり直しました。前回は技量騎士だったんですけども、今回は腕力ですね。筋力騎士です。なので、二刀流で楽しんで、傭兵で楽しんでたんですけど、今回は騎士ですね。で、もうだいぶ進んでおりまして、前回よりもだいぶ進んでいるところにいます。これから巨人、なんだっけな、どこだっけな、これ。で、オンラインモードでやってなかったんですけど、オンラインモードでやって、今はやっております。ここは、次は、深みの聖堂ですね。倒して、そっから次はカルシールかな違うな、カーサスの地下を、これショートカット本来ここはいけないんですけど、もうすでにショートカットを開けた状態です。まあ、なんでいきなり中ボス戦になるんじゃないかと思っているんですけど、ショートカットで起きるということです。なんで今のダメージおかしくない？で、このクラブがですね、まあいいですね。いやー、いいですよ。めちゃめちゃいいです、このクラブ。見た目は単なるコンボなんですけど、なんでいいかっていうと、お、髪の展示、髪の奇跡の、なんていうんですかね、相手をヒットバックさせるんです。よろけさせる、ひるませるんで、連続で攻撃し続けられるっていう。なんだこれ。死ななくてよかった。処理しなきゃいけないからね。あ、マジか！ミミック！読まなかった、俺が悪かった。
いや、読まない、俺は悪かったと。失敗したな。なんで失敗っていうと、エストビンをもうここに至るまで5個も使ってしまったという。だぜ。あんなこと。ああ、やばい。回収できるかな。まったりといきますよ。死ぬつもりなかったんだけどな。残り火つ、おっと、なるほど、ね、上に行ったら戻ってこない。残り火を使うのしないんですね。倒したい。え？2機いるの？魔法が使えたらここからいけるらしいんですけど、まあ、ザ・脳筋なんで。じゃあ上がんないんですかね。ヒルみたいなゴールな。我慢してきたー。
やり、なんだあれ、毒、じゃあ行きますか。これこっちにも。ショートカットかな。違った。良さそうな武器ゲッツ。神の秘境を行く前に。ショートカット2つ目。呪いなんで即死ですね。
待ちしかないです。いやあれこの本当に即死ぬからさ、勘弁してよって感じですね。一応息を見最低限見つつですねやっております。あー致命攻撃思っとこうかな。これか。なんでそこ死んでるんですかね。なんでここで死んでるんですかね。あ、ここに繋がるの。はい、そんな感じでございます。とりあえずここまででちょっと終わりにしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。生放送でやってたんですけども、まったりちょっとやりたいので実況プレイの方で今後やっていこうと思います。ジェルミでした。